Hi everyone, how are you doing? It's Yumi from English Bootcamp. 皆さんこんにちは、English Bootcamp の Yumi です。ご機嫌いかがでしょうか。ですね、ティーの破裂しないティーのお話、今回で最終回にしたいと思ってるんですけれども、今日はですね、いわゆる声門閉塞、声門閉鎖と言われるティーのお話です。で、厳密に言うと声門閉鎖ではないよっていうお話をですね、西宮の、天馬先生から、ちょっとご指摘を受けてですね、まあ、正確に言うと確かに、正門を閉鎖しているわけではないんですけれども、正門閉鎖っていうのはどういうことかというと、喉の門、声の門です。正門っていうのはね、で喉を閉める、閉めて開ける、閉めて開ける、これグロータルストップっていうふうに英語では言うんですけれども、ここね、開けたり閉めたりするっていうのはイギリス英語の特徴なんですね。例えば、この T のお話の一番最初に、破裂しない T のお話をした時に I got it っていう例文を出しましたよね。 I got it、これは北米アクセントですけれども、イギリス英語だと、やってみますね。私、英語はあまり得意じゃないので、うまくできるかどうかちょっと自信ないですけれども、声門閉塞があるパターンのイギリス英語の、アクセントだと、I got it っていう感じになります。あまり上手じゃないですね。ごめんなさい。I got it, got it, got it ですね。got っていうふうに、一回、got っていうのは、got ですね。got ですね。got っていうふうに、一回喉を閉めます。で、パッて開きます、次に。で、また、it のところで、it の t のところでもう一回閉めます。え、できますか ?I got it ですね。これがまあイギリスアクセントの特徴で、これをまあ声門閉鎖と呼ぶのであれば、アメリカ英語の、まあ、飲み込みの t というのはまあ声門閉鎖のうちには入らないだろうというお話なんですけれども、まあ、そういう難しいお話はさておき、t が、喉をちょっと一回クッてなんか、ここで止めるような感じの T なんですね。で、どういうのかというと、記事の方を見ていただくと、単語を書いております。Mountain っていうふうに、チっていうふうに T を破裂させない。で、ここを飲み込む感じで、Mountain ですね。もう一回いきますよ。Mountain。うん。うん。っていうふうに、喉を鳴らす感じです。で、イメージは、昔アニメのサザエさんってありましたね。今もありますけれども、昔のサザエさんの最後の、ではじゃあ来週のサザエさんはっていうところで、最後に、ピーナッツかなんかをサザエさんがクッて飲み、こう投げて飲んだ時に喉を詰まらせて、がっ、うん、っていうふうにやるのを覚えていらっしゃる方いるでしょうかね。若い人は知らないかもしれないですね。あのがっ、うん、っていう時のうん、うん、って音に似てます。喉の動きはの、なんかここで飲み込む感じです。なので、ね、マウン、マウン、マウンっていうふうに飲み込んでください。全部同じパターンです。written ですね。written ではなくて written っていうふうに飲み込みます。forgotten ではなくて forgotten、 forgotten で、important ではなくて important、 important ですね。全部うん、うん、っていうふうにサザエさんみたいにやってください。マンハッタン、これも同じです。マンハッタン、マンハッタンっていうふうに、うん、最後の、ところは飲み込みますね。それからイギリス、ブリテン、これも北米アクセントだとブリテン、ブリテンっていうふうになります。うん、うんです。ここね、喉をなんかこううん、うんって鳴らすだけだっていうふうに、思って練習するとやりやすいと思います。で、これはかなりね、上級者の方でも苦手な方結構多いですね。で、もちろん mountain、written って言ってももちろんいいんですけれども、この飲み込みのうんっていう t っていうのは北米アクセントのまあもう本当に、パターンなので、やっぱりできるように練習しないとなかなかこう聞き取りの時にね、うん、なんて言ったとかっていうふうになっちゃうので、mountain、mountain、mountain ですね。もう一回いきますね。Mountain, written, forgotten, important, Manhattan, Britain ですね。うん、うんって喉を鳴らしてください。で、飲み込むというか、まあちょっとここをね、ちょっとうん、うんってなんか詰まったような感じに
すぐ、T ですね。で、いろんな T のパターンやってきましたけれども、まあ、この飲み込みの T が一番あの難易度は高いかなっていう気がします。一気に全部ねやってしまうと思わずに、少しずつでもいいので、何度も何度も練習してみてください。で、必ず自分の声を、客観的に聞いてくださいね。携帯でも何でもね、あの録音できますから今時は、それでちょっと録音して、聞いてみるので、なんか違うなとか、おかしいなとか、自分の音を正確に聞くっていうのは、語学の習得においてはもう最低限のことなので、必ずやるようにしてください。以上ですね、まあ、T のお話はこんな感じで、終わりにしたいと思います。もう本当はもっと他にもいろいろあるんですけれども、ちょっとまあ時間もないですし、キリがないので、この辺にしたいと思います。それでは皆さん、また See you again!